クル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 ワッサンギリギリギリオンギリやっハローみなさんこんにちはみやびんですん待って鼻かい,いはい本日はこちらスカルキャンディーのあなんだっけブラ, <laughs> ブラインドヘイズブラインドヘイズ 名前一生ぼれな病気ですよろしくお願いしますこちらをレビューしていきます気持ちいいですおそろいおそろい,い,いおいいおそろいはいな,んなんこのよそこらしい映像はカップルチャンネルだからね <laughs> せーの仲良く, <laughs> くいて今僕たちね実は結婚してたんですや,ーやだあ <laughs> <laughs> じゃないとこんな色違いのペアルックしないですから。聞いてください。私これ選択したばっかでジャイビンさんですけど、うん、今日また選択する羽目になります。このためにね。はい。これわざとですか。そうです。ジャイビンっていうか俺が色違いで持ってたらこっちを奪う強奪されたという二万の子以上いな。そうだよ。こっちの匂いよ。気持ちこっちの匂いよとか言ってこれ強奪。て強奪ですから。えー ね、スカルキャンディー、グランド、はい、グラインドヘイズ。かわいいよ。アリシア・ニキティス様からの貸し出しではなくプレゼントです。ええー、こちら、あの、レビューが終わったら視聴者の皆さんにプレゼントしますんで、動画の最後に応募方法をお伝えいたします。これ確かね、1万人記念だったか、8000人記念だったかで、これ、俺からプレゼント視聴者って出してくれたんですけど、うん、僕がこうじゃ、こう、こう、こうな,な,なっちゃったじゃないですか。はい ね、一応、3月中にって約束したんですけど、うん、もう3か月も遅れてしまって、うん、やっとできるというですね申し訳ありませんでしたごめんなさいに、ね、でえー、ねこちら、えー、6mm のダイナミックドライバーでパーソナルサウンドを多用ですね、うん、あの個人に合わせるやつうん、うん、でハンズフリーボイスコントロールこれスカル君激推しの機能なんですけど、うん、シリみたいに。うん ヘイ、スカルキャンディー、なんとかって言うとやってくれるんですよ。へぇー。あと IP55 の防水で、で、体感性能もついております。40時間バッテリーで急速充電対応しております。あとですね、うんえー、探せる機能もついてます、ね。何もう、エアポッツじゃん。そうなんです。すごいんですよ、スカルキャンディーって。あ、お茶飲まないで、からちゃん。から <laughs> がお茶飲んだ。<laughs> えっと、あとね、 スカル IQ っていうのがあってですね。これでイヤホンを常に最新バージョンへ無線アップデートしてくれます。Bluetooth は5.2です。えー、かわいいね、これ。で、まずですね、えー、っと、アプリを立ち上げてパーソナライズをしなきゃいけないんですね。なるほど。すごいなんか苔みたいになってる。これが特別限定バージョンでね。うん 草、あの、草とか、あの、自然をモチーフにしてるんで。あと、あと、ニキティス大好き紫です。ああ、だよね。で、横に、あの、芝生みたいに。ね。開ければわかります、ね。そうそうそう。だかわいい。食感、食感やない。食感食食。食べんの食べんの食べるのニキティス食べるってよ、これ。うん、うまい、うまい。<laughs> 会食が。はい。苔。苔です。つけてください。はい。で、えっ、ー と認識するかなコネクテッド。コネクテッドして、コネクテッドして、コネクテッドして、下かな下なうん。すとですね、えー、こういうアプリの画面になりましてですね、えー、っと、パーソナルサウンド。ここで、今僕のになっちゃってるんで、えー、っと、プロファイルを編集する。 これですね、えー、画面出てると思いますが <laughs> これですねあのー、あれですねどこでやるんだっけ、えー、っもう一度耳を検査しますですね、うん、これでノイズがシャーって鳴ってます、うん、その中でピー,ピー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 ってノイズの中が言ってくるんでえー、っと鳴ってる間 なり始めたら押して聞こえなくなったら話してください、はい、で,で今貝送りになると思いますがパーソナライズしますはいできましたみやびちゃんのカーブはこんなカーブです で、終了で。でですね。えー、っと。パーソナルサウンドを使うか、使って、ここで決めます。どっちで聴くか。ノーマルで聴くか、パーソナルサウンドの方を聴くか。で、パーソナルサウンドがですね。えー、っと。何種類か選べるようになってるんですね。で、えー、っと。 ちょっと待つからね。コールドプレイかけますね。はい。もうちょっと開けてほしい。うん。で、パーソナルサウンドこれノーマルね。うん。で、パーソナルサウンドオンにします。ああこっちがいい。こっちがいい？いいうん。じゃあパーソナルサウンドオンで聞いてまいりましょう。 えー、いつも通り、Apple Music, えー、A、AC コーデックで飛ばしていきます。えラックピンクさんで、ラブシックグ c ー g i r l s もう一個上げてみて。おー。<laughs> えー、めっちゃ綺麗な音じゃん。なんか、クリアボイスだし。 スカルキャンディーらしい定期なんだけど、なんか私が知ってる、なんかスカルキャンディー感がない。なんか、大人、すごい聞きやすい。はい。うイイーん。なんか刺激ないわけじゃないんだけど、なんだろう、なんかこう、力強くてパンチ力があるんだけど、 こう、なんだろう、う丸いというか、ちょっと優しさ入りました、みたいな。すごい万人受けしそうな音。しかも男性ボーカルもめっちゃ合う。はい。ワニマさんでと目に。わあバンドも合う。 え、なんか、私が前聞いた時あるヘッドホンと全然違う。結構前だけど。めちゃめちゃ聞きやすいし、スッキリさもあるから細かい音も拾いやすくて。なんか、全体的に音固めなんだけど、硬すぎないから、ずっと聞いていても疲れないような感じ。はい。EDM ノートでダンスミュージック。 おー。あう、e d m うーん。いや、いいわ。このくらいの力強さ欲しい。けど、暴れ馬じゃないところがまたまたいいよね。こん、うん。はい。す田だまさきさんで間違い探し。 ボーカル中心のところもいいなと思う。両方というかボーカルだね。だからより聴きやすさがあるのかなって思う。えー、これ多分、誰が聴いてもいいってなるような、私のような素人さ全員好きじゃないって思えるぐらい、ほんと聴きやすい。はい。ス、違う。ホワイトストニックスさんじゃスティオブじゃない。といだけ。 いや、めちゃめちゃいい。大人のハードロック。いや、ボーカル超いいんだよな。で、楽器のね、この定期の音のバーサさがいいアクセントになっている。はい。あやしさんで夜な、でるメの。あ、打ち込み系は若干、やっぱこう定期の強さがあるから。 人によっては、焦っ、たと悪目立ちするかもっていう人がいそう。はい。サマーウォーカーさんで、からも。空間もなんか広くなった抜け感もいいし。はい。アニタ・ベイカーさんで、ユーブリング・イジョイ。 うん意外と楽器いいよね。なんかボーカルだけじゃなくて、音全体、なんか全体って、一個一個かなだか楽器、歌とか、そういうなんか一個一個の音の分厚さを表現してる気がする。はい。えっと、c ールドプレ a BTS でマイユニバース。これはね、まとまり感があって本当にいいですよ。 めちゃめちゃ合う。落ち着きもあるから、ずっと聴いてられる、本当に。はい。スリーハウスさんでドリッピン。おおこれすごく合う。こう、ふわーって、音が広がって包み込む系の音を意外と合う。めちゃめちゃいい。はい。 えー、ジョー・コッカージェニファー・ウォーンさんで「愛と青春の旅立ち」うんピアノ綺麗い, <laughs> いい厚さ音の厚さがあこういうなんかしっとり系でも全然合うんだなって思ったはい。 はい、感想をどうぞ。いや、予想外な音だった。すごいなんか、急に聞かせてくれる系じゃん、みたいな。今までの、私が前に体験した、うん、あの、ザ・テイ・ケイみたいな感じの、スカル・キャンディのイメージがずっとあったから、うん、あそうじゃないんだなっていうのが知れたし、うん、マジでこれ、自分の耳に、あの、合うような音にったら、うん、めちゃめちゃ誰でもフィットするような音じゃないかなと思った。 じゃあ、EQ ですね。EQ がね、音楽、ポッドキャスト、映画、カスタムとあって、カスタムは僕はもう設定してるんで、えー、っと、コールドプレイさんをかけながら、コールドプレイ、コールドプレイ、マイユニバルス、はいかけまして、これ今音楽ね。次、ポッドキャスト。 お、なんか、なんだろう。一個風通しよくなったって感じ。なんか、スーッと入ってくる。はい。映画。<laughs> おおドルビーアトモスの感じかな、表現的には。はい。で、カスタムがひもじーチューニングです。こうです。おおめちゃめちゃ、 どんしゃりな感じ。すごい低域を分厚くして、もうザ・ジュテオンって感じのような感じ。はい。はい、EQ、こんな感じででございましてですね。EQ も,もう映画見るときはね、映画にした方がいいです。うん、であとね、常に注意っていうのがあるんですけど、これは多分外音なんですよね。で、これをオンにするとですね。 これが最強ですね。今、<ー>今、あ、うんだね。で、これ下げていくと、変わると思います。うん、全然違う。<laughs> で、ここで、ちょっと俺のに反応しちゃうかもしれないですけど、<laughs> Hey, スキャルキャンディー stay aware o f って言ってもらえますかあ、今、反応した。しちゃったあ。 うん、じゃあ、今度は、オンって言ってみて。Hey, Scarlet Candy, stay aware.Hey, Scarlet Candy, stay aware.Stay aware. アウェア。あ、うん、でオンになった。なった。声でできる。すごいあと、ボリュームアップとかもできる。ボリュームコントロールもできるし、Spotify って言ったら Spotify がかかる。へー。 すごいごまかした英語でも伝わった。<laughs> じゃあ外音にしおきますね。はい、まあ。外音取り込み表存か、この常に注意という、多分外音だと思うんですけど、周囲の音を聞ける。はい。これ。はい。えー、10段階中、いくつでしょうかでも、こもった感じで聞こえてるってところがあるので、うんうん、悪くはないけど、うん、3.8かなあ。だそうでございます。<laughs> まあ一応外の音が聞こえるという。うん、でまあ、ステアウェアオフって言うとオフになりますんで。なるほど。これなったなってない。あ、そうだ。今、ヘイ <Hey. S 1>、hey, スキャルキャンディーってね。ヘ、hey, イスキャルキャンディス、ステアウェアオフ。なった。ヘイ、hey, スキャルキャンディー、ステアウェアオン。なった。うん。はい。こうやって。 コントロールできますよ。ボリュームの上げ下げとかもできますので、うんで、えー、皆さん好きに使ってみてください。シリと一緒ですね。はい、うん。というわけでそんな感じですかはい。はい。じゃあ僕のターンで言っていきます。音質はですね、まずパーソナライズしてない時の音質を言っていきます。えー、ハイ広域はですね、角の丸い広域でコリッとしてるんですが刺激音は一切ないです。で、解像度は高くて細かなハイハットもしっかりとつかめます。で、シンバルの金属音はとても自然に鳴らしてきます。で、ミート中域は、 ウォームで優しいボーカルが前に出てきます。で、オケとの分離も良くて、解像度はもう十分で薄いダブルトラックやコーラスも掴めます。定位も十分で各楽器の位置は掴みやすいです。もう楽器は楽器、みやが言っちゃいましたけど、ボーカルはボーカルってはっきり鳴らしてきます。で、ロー定域は、もう豊富で厚みのある定域で、もう自然さもあって、生ドラムのバスドラムの音も自然に川の感じが伝わってきます。 で、ビートの重みやアタック感も良くてキレもあります。サブベースも良くてミッドベースも良いので、ベースラインも重さと一緒に疾走感もあって良かったです。もうスカルキャンディーらしい低域です。で、ボーカルを邪魔する低域ではありません。で、音場音上は左右に広くて上下も若干広いです。で、空間はもう豊かで厚みのある低域に下を支えられながら、ボーカルを中心に 中心から外側へ向かって伸びて広がっていく空間でした。<laughs> 簡単にまとめると、もうスカルキャンディーらしい豊かな低域と厚みのある、もうほんと分厚い音です。うん、で、音はウォーム系で、低域ずんずん系なんですが、ボーカルを邪魔することなく、ボーカルが凹むことなく、ボーカルをちゃんと聴けて、高域もきちんと出ているサウンドです。で、 えー、パーソナルサウンド機能がきちんとしていて、これちょっとね、慣れるまでね、やり方が、だから練習ついてますけど、マジで会社わかんなくて。ノイズの中に、ピーって音が鳴るんで、うん、聞こえたら押して、聞こえなくなったら話すっていうのを、左耳、に耳にやります。これやるともう劇的に変わってですね、あの、パーソナルサウンドを使うと音がさらに良くなる傾向があるので、パーソナルサウンドの設定はちゃんとやって使った方がいいです。みやびもそっちを選びましたんで。 で、パーソナルサウンドにすると、中高域がさらによく出てきて、音圧も増して、クリア感も増して、全体的にドンシャリ系になりますが、もう聞きやすい、いいよ、誰、万人受けする音に変わります。うん、はい。なので、パーソナルライザーぜひしてくださいという感じで。で、EDM 系はもうパーソナルサウンド設定をオンにすると、もう分厚くて重くてキレのある重低音ビートに、もう派手で気持ちよいクリアな中高域のシンセ効果音が飛び交って、 もうフェス気分を味わえます。もう EDM ぴったりです。ヒップホップとか、打ち込み系っていうかダンス系ですね。うんうん、で、ハードロックやメタルはもう分厚いんで、サウンドが。分厚いサウンドでもうギターのパワーコード、ベース、ドラムのビート、迫力あるボーカル、ギターハーモニクスが出てきて、ハードロックやメタルを分厚いサウンドで満喫できます。じゃあ、R&B やバラードはとなると、 もう男性ボーカルとの相性は抜群にいいです。で、女性ボーカルもセクシーに厚みのあるボーカルを満喫させてくれて、空間も広くて余韻の表現も良くても、R&B に重要なベースラインもとてもしっかりしてます。さらに、ピアノも熱い音なんですが、アタック感がしっかりしてて気で持って鳴らしてくるので、ピアノの表現もとても意外なことによくて、チルタイムを満喫できますと。 でまあさっきねやりましたけど音声コントロール機能もついていてまた反応もしまったね「ヘイ、うん hey! スカルキャンディーで」で、えー、ボリュームダウンとかボリュームアップとかでボリュームやったり、えー、ステアウェアオンとかで外音オンにしたりオフにしたりいろいろ Spotify って言ったら Spotify が流れたり、えー、いろいろできるので、うんえー、これはね画期的だね画期的でシリーちゃん使ってるみたいでこれもうスカルくん激推し機能なんで。うん これついてるのはね、スカルキャンディぐらいなんでね。そうだよね。ちゃんと、ちゃんと認識してるからね。誤、うん、認識とかあんまないんでいいと思います。で、えー、っと、EQ もですね、イコライザーですね。音楽、ポッドキャスト、動画が用意されていて、映画を見るにはもう動画が本当良かったです。で、カスタム EQ もついてるので、自分好みに設定できるのもいいと思いました。で、まとめていくと、 前にね、これもニキティス先生だったね、バドワイザーバージョンね。うんうん、えっと、振動するヘッドホン。うんうん、あれを貸し出しでお借りして、レビューしましたが、もうイヤホンもスカルキャンディーらしい重低音サウンドで、もう音の厚みがあって、でも解像度もしっかりとしていて、中高域もちゃんと出るので、もう重低音ズンズン系からドンシャリ系、厚み重視系と、様々なサウンドを楽しめます。 で、設定も細かくできるし、音声コントロールやパーソナライズ機能もきちんと機能するので良かったです。というわけで、感触系、中高域カリカリ系、フラット系が好きな人にはおすすめしません。というわけで、えー、ね。うん。価格ですね。はい。えー、スカルキャンディー、グラインドヘイズ。 え、公式サイトで13,980円です。うたスカルキャンディーすぐセールやるんで、ねうんうん、すごい安くなったりするんで。まあ、グラインドっていうのが今出てる。グラインドヘイズはこれ確か限定でこのカラー。うん、このね、箱にも草木のマークがついてる。うん、この自然緑っていうテーマだったんで。グラインドっていうのは多分確かまだ出てたと思うんで。で、それで買えると思います。というわけで聞いていきましょう。 えー、スカルキャンディグラインドーヘイズ。公式サイトで13,980円です。宮城さんは買いますか買いませんか買いまーすちょっと気に入った。なのあれでしょプレゼントやめて持って帰りたい私が欲しい。それさ、配信で話し合ってくれるかないや、あの、視聴者さ,んさすがに。あ、ニキティスと話し合ってくれるわいや、さすがにそこはわきまえる。<laughs> いや、わきまえるあの、皆さんためのものだから。多分ね、あの、僕に買ってって言ってくると思います。他のもらいます。<laughs> はい。 では日、ひもち。い。スカルキャンディーグラインドヘイズ。こちら、売りますか、売りませんか売りません。まあ、ここまできちんと重低音を出しながら、もうバランスの良いリッチな濃厚サウンドを出してくるからです。で、価格も高くないし、しかもハイエンドの TWS 完全ワイヤレスイヤホンのような探す機能とかまでついて、うん、で、至れり尽くせりの、まあ、ノイキャンないんですけど、うん、ま、至れり尽くせりのハイコスパ完全ワイヤレスイヤホンだから、まあ、迫力ある、 重厚濃厚サウンドを求めた人にはちょうどいいと思うし、まあ低音ずんずん系なんで、うん、タカティッチ先生ですね。好きそう。にはいいと。スカルキャンディーは全部、多分全部、タカティッチ先生合うと思います。うんうん、はい。というわけで、えー、こちらですね、えー、概要欄に、えー、っと、スカルキャンディーグランドヘイズアリシアニキティス先生プレゼンツで、 えっと、タイトルに、まあ、概要欄に書きますけど、えー、スカルキャンディー、グラインドヘイズ、プレゼント、希望と書いてもらってで、概要欄にある、えっと、メールアドレスに応募していただいて、応募フォームに、えー、ああ、いいっすね。当選した人にだけ個人情報を聞きますんで、応募だけは個人情報いらないです。ただ、アカウント名だけ書いてくださいというわけで、えー、抽選をして、で、当選した方には、 メールをして発送いたしますので、締め切りは、これいっぱい来たら困るので、24時間、あー、2時間だね。二十、うん、24時間とします。この動画公開から24時間なんで、翌朝7時までですね。これ7時公開なんで、水曜の7時まで締め切ります。というわけで、ニキチス先生、遅くなってすいませんありがとうございました。ありがとうございました。した視聴者の皆さんも配信であったら、ありがとうと言ってあげてください。そうです。と、 これでプレゼントじゃなくて、俺また勘違いしてたら、ニキティスに怒られる。ねえ。あげる。<laughs> あげるって言ってないよ<ー>返してよその場合は、えっと。訂正動画を。訂正動画もしくは僕が買ってプレゼントということになる感じになると思うんで。ーえー、ありがとうございました。はい、というわけで私はドローンします。シュシュシュ。ニキティス先生いつも動画を 配信も盛り上げてくれてありがとうございます。ぜひ皆さんね、こちら気になった方応募してみてください。もし合ってればだけど。ま <laughs> あ多分合ってたうんだけどね。はい、ぜひとも皆さん。本当にね、これね、誰でもなんか自分耳にフィットしたら本当にいい音楽しめるし、なんか万人受けって感じなんだけど、アクセントもいっぱいあって、本当にあのレビュー通りのこと。 が、もう、これで一個、盛りだくさんだから、ぜひともね、ぜひ皆さん、チャレンジして応募してみてください。あと、ま、はれちゃったなーって方でも、気になるなーと思ったら、ま、購入検討もしてみてください。では、今日も終わります。ありがとうございました。よかったら、コメント、高評価、チ登録、お願いします。じゃあねー。